マクスウェル D ・テイラー。マクスウェル・ダ・ウェンポート・テイラーは、アメリカ合衆国の軍人、外交官。テイラーは、ミズーリ州、キーテスビルで生まれ、1922年に、アメリカ陸軍士官学校を卒業した。日本語など7カ国語に通じ、1937年の、ロコ橋バシ事件の時は、中日大使官付部官補佐官であったが、北京に、出張した。そして、 北京の食堂に入って、日本軍の兵士の方言を聞き分け、内地三個師団が派遣されたことを確認した。テイラーのアメリカ政府内での昇進は、第二次世界大戦初期における第82空挺師団で、マシューリジウェイ将軍の下から始まった。1943年にはその外交及び、言語能力からローマでの秘密任務に結びついた。ドワイト・ディ・アンハワー軍は後に、 私が戦争の間、いかなる他のエージェント及び密偵に依頼したよりも、彼が犯した危険は大きかった。と語った。彼は、新しいイタリアの首相、ピエトロ・バドリオ元帥にあって、第82空挺師団が降下して、イタリア軍と共に行動する任務のコーディネートを任された。ローマの近くに降下して占領する予定であったが、彼は、それが、すでに遅すぎるということを悟り、 作戦はドタンバーで中止された。ドイツ軍は予定された降下地帯をカバーするためにすでに移動していた。テイラーが降下の中止を報告した時、輸送機はすでに飛行中であった。地中海戦役後にテイラーはイギリスで訓練中の第101空挺手団に配属される。同士団の創立者及び指揮官であったビルリー。少々が心臓発作を起こした後、テイラーは 師団の指揮官に就任した。テーラーは、重卒と共に、ノルマンディへ降下し、連合軍の将官として、D、冷凍術最初に、フランスの地に立った。彼は、その後終戦まで、第101空挺師団を指揮したが、その後同師団が参加した、最も有名な戦闘であったバールジの戦いでの、バストーニュにおける戦闘では、スタッフ会議に出席するため本国に帰国中で、 戦闘を指揮することはできなかった。彼の代わりに、アンソニー・マコーリフ将軍が同志団を指揮した。落下3兵のうちの幾名家はこの出来事から、その後テイラーに憤慨した。テイラー将軍は、バス島における第101空挺師団の防衛戦を第二次世界大戦における最も素晴らしい時間であったとし、当時彼がその現場に不在であったことを、 第二次世界大戦で最も当てはずれの出来事であったと述べた。1945年から1949年までテーラーは陸軍士官学校の校長を務めた。1947年に彼は士官候補生表彰規定を作成した。1949年から1951年まではベルリンで欧州連合軍総司令官を務めた。 1953年には第八軍司令官として朝鮮戦争に参加する。1955年にはマシュービーリッジウェイ陸軍大将の後を継いで陸軍参謀総長に就任1959年まで同職を務めた。陸軍参謀総長として彼は不評志願の再編成により核兵器の時代における陸上戦力の削減を試みた。 デビッド・ハックワース大佐のような観察者は、その試みが、アメリカ陸軍における左官クラスの将校の役割を、意味のないものにし、ベトナムでの戦闘に適応できなくしたとする。1957年、リトルロック高校事件に際して、アイゼンハワー大統領は、テイラー将軍に対して、第101空挺士団から1000名の兵士を、アーカンソー州、リトルロックに派遣するよう命じ、 リトルロックセントラル高校の人種差別を廃止せよという連邦裁判所の命令を実施させた。陸軍参謀総長としてテイラーは、アイゼンハワー政権の国防政策であるニュールック政策に対する辛辣な批評家であった。彼は、ニュールック政策が過剰に核兵器に頼っており、通常戦力をないがしろにしているとして批判したほか、統合参謀本部のシステムの不備も指摘した。 しかしその批判、指摘は取り上げられることはなく、そのことに不満を持ったテイラーは、1959年7月に現役を退いた。退役後、彼は公的にニュールック政策への反対運動を始め、1960年1月には、不確実なトランペット、ザアンサートントランペットと題する非常に批判的な本を出版した。 1960年の大統領選が始まると民主党候補のジョンカイ・ケネディはアイゼンハワーの国防政策を批判しテイラーが不確実なトランペットで述べた力強いフレキシブルな応答政策を擁護したケネディはこの大統領選で勝利を収め1961年1月に大統領に就任する同年4月にピックスワン事件でキューバの政権転覆に失敗すると 東方参謀本部が十分な軍事的アドバイスを提供していなかったと感じたケネディは、ピックスワン事件の調査を行う特別委員会の委員長にテイラーを任命した。ケネディ大統領と弟のロバート・ケネディ司法長官は、共にテイラーに対して敬意を抱いていた。ピックスワン事件の特別調査委員会は、 悲惨な事件の検証を行うため1961年4月から5月まで6週間号を行った。テイラーはロバート・ケネディと共に仕事を行い、その友情を育んでいった。テイラーはロバート・ケネディについて、彼は還元に常に目を光らせており、回避と不正確に不快感を持ち、真実を追求するという決意に容赦がないと語り、その姿勢を評価している。また、 ロバート・ケネディは、息子の一人を、マシュー・マックスウェル・テイラー・ケネディと命名しており、このことからテイラーに対する尊敬の念が伺える。調査完了後間もなく、テイラーに対する、ケネディ一家の信頼感と統合参謀本部に対する、大統領の不信感により、ケネディ大統領はテイラーを現役復帰させ、彼を親切なポストに付けることにした。大統領との個人的な親密さにより、テイラーは、 統合参謀本部議長を差し置いて事実上の軍事顧問となった。1962年10月1日に、ケネディ大統領はテイラーを統合参謀本部議長として任命し、ねじれ状態を解消させた。テイラーは統合参謀本部議長職を1962年から1964年まで務めた。ベトナム戦争の最初の州はテイラーにとって非常に重要であった。 ケネディ大統領はテイラーに対して南ベトナムの独立はその国の人々と政府に責任があると語ったがテイラーはすぐに8000名の実戦部隊を派遣するように進言した内閣と参謀本部に対してレポートを作成した後テイラーは南ベトナムに部隊を派遣するという決定を考える異なっていたテイラーは ゴディン・ディエム大統領を打倒した1963年の南ベトナムのクーデターに反対した。一連の短命な臨時政府が続き、テイラーが1964年に南ベトナム大使に就任した後、彼は頻繁にグエン・カーン将軍と衝突した。二度目の退役の後、ヘンリー・カボット・ロッジ・ジュニアの後任として1964年から1965年まで、 南ベトナム大使を務め、ベトナム戦争のエスカレーションに関与した。彼は、大統領特別顧問、国外情報諮問委員会委員長、防衛分析研究所所長であった。スジー粛清即策効果症で1987年4月19日に、ワシントン DC で死去、アーリントン国立墓地に埋葬された。映画、遠すぎた橋では、ポール・マクスウェルが、 13デーズではビルスミトロビッチがテイラーを演じた。テイラーはハーバート・マクマスター少佐、後のドナルド・トランプ政権大統領補佐官の1997年の著書で厳しい批判を受けている。具体的にはテイラー将軍はマクナマラ国防長官に対して故意に統合参謀本部の見解を不正確に伝え、意思決定プロセスから、 統合参謀本部を排除していたとされる。統合参謀本部は、軍事案件に関して、無条件の評価と推薦を提供することが彼らの義務であると感じていたが、テイラー将軍は、統合参謀本部議長は、大統領の決断を支持するだけではなく、本物の信奉者であるべきだという強い信念を抱いていた。この食い違いは、戦争初期の計画段階。 アメリカ合衆国の戦争に対する関与の本質がどのようであるべきか未だ決定されずにいた間に元他マクナマラをはじめとする国防総省の高官は段階的な関与の拡大つまり北ベトナムに対して徐々に圧力を拡大していくという方針にあったしかしながら統合参謀本部は意見をことにしアメリカ合衆国がベトナムに対してさらに関与するならば 勝利を得るという明確な意思と圧倒的な武力の行使が必要であると考えていた。マクマスターはテイラー将軍が様々な政治工作を利用して統合参謀本部の意見を大統領から遠ざけることに成功し、マクナマラがベトナムにおいて、系統的にアメリカ合衆国の意思決定プロセスを廃することを助けたと主張している。楽しくご覧になりましたら、 報読と良いです。クリックしてください。